それではリーブシャー様どうぞよろしくお願いいたします。はい。おいらさん、ありがとうございます。こんにちは。はじめまして。ルクサソーラのリーブシャーと申します。ドイツ人です。よろしくお願いします。 本日はあのご覧の通り弊社のモジュールを使った垂直接型画題について話したいと思います。実は弊社があのドイツの画題メーカーとネクストさんとタグを組んで弊社のモジュールを使ったセットで日本にて販売しておりますが、まずあの画題を話す前にあの感謝したいと思います。 あのイベントを開催していただきましたソーラシアに感謝したいと思います。特に北野さんに声をかけていただきまして、誠にありがとうございます。私はあの去年の1月、あのドイツから家族と全員で引っ越しまして、でちょうどコロナがあのひどくなる前ですよ。あのまだマスクがちょっと若干あった時代なんですけれども、その時代に日本に引っ越していて、で恥ずかしいながら、あのそんなに日本の PV 業界について詳しくなかったんですね。でそこにに弊社のオフィスに あのソーラージャーナルの何の部も置いてありまして非常にあの勉強になりましたがでちょっと一番自分が注目したページはあのこちらになるんですね今日も一部持ってきてるんですけどこのページを見てあのもちろん業界の方々こちらに参加している方々皆がご存知かと思うんですけれどもあの例えばドイツのルクサですとかロンジですよ安いですよパナソニックの人 法律がすごいいいという方々もいる中で、逆に業界の外の人々がこういうページを見て、わお、こんなたくさんのモジュールメーカーがいる中で、しかもみんな同じものを作っていますという印象を受けるんじゃないのかなと自分が思って、で当時の弊社の社長に聞いたら、ウブ君、パネルメーカーもうコモディティだ。米と大豆と同じく、値段が安ければ何でもいいというコメントいただいたところで。 でちょっとまあ3密とかステイホームの時代でもあったので時間があってあのじゃあコモディティ一体どういうことかをちょっと調べたんですねでご覧の通りウィキペディア曰くコモディティは完全または実質的な代替可能性を持つ経済的価値またはサービスである誰がそれらを生産したのかに関係なく市場はそんな商品価値をどうとかほぼ同じとして扱うということ書いてあるんですね まあこういうページを見て、まあ、確かにそうですよね。ただし、同じページをこういうふうに映し返しますと、全部一緒に見えますかちょっとあとで、水中から絶対話しますけど、ちょっとしたゲームだけしたいんですね。あのイカゲームじゃなくて、米ゲームしたいんですけれども、例えばスーパーに行って、で4つの米の,あの5キロ袋があるんですね。で1つは900円。 一つは950円、三つ,つ目が1100円、で、四つ目が1000円になるところで、どちらの方にしますかあちょっと追加の情報をつけますね。900円は中国産、950円はイタリア産、1100円は新潟県産、で、1000円は愛媛県産なんですね。実は弊社の営業マネージャーのの字であれば、あの 一番右を選ぶんですねでちょっと考えたところで米がコンシューマーに近い実際にあの自分と関わるものでありまして安全かつ安心という言葉は非常に大事だと思います。で自分がもうの2つの主なあの要素としてはまず持続可能かどうかまず科学の妥当性その米がコンシューマーがちゃんと買えるほどの科学体なのか。 一方、作っている人がちゃんと生活成り立つの科学体、利益が取れるかというところと、その土地の使い方ですよね。例えば、変な薬を使ってないのか、隣の工場は汚い下水で水まきしてないのか、そういう長く同じところでおいしいものを作るかどうかで。安心も非常に大事だと思います。まあ、簡単に言えば、原産地が大事と思っています。誰がどうやって作っているかというのがポイント。 というところで,で、なんで弊社の営業マネージャーの字が愛媛県産を選ぶかというと、そこすごい面白いんですよ。自分もびっくりしたところで、愛媛県はみかんだけじゃないんですよ。米も作っていて、しかも弊社の営業マネージャーの字の実家は自分の田んぼをあって、自分の実家の米を食べて、それで愛媛県産を選ぶんですね。まあ、ルクサソーラーはこれからルクサライスになるかという。 ところでじゃなくて、あのな,なんでこういう話しているかというと、これからフィットが終わる時代の中で、PPA 自家消費という時代なので、モジュールはもう投資家という世界というよりもコンシーマーに近づけるものになります。このホテルの屋根にあるモジュールは安全安心なのか、自分の工場の上の屋根、住宅の上の屋根、コンビニエンスストアの上のあるモジュールは安全かつ安心なのかというのが非常に。 大事になななるのではないいかなと思いますさあどういうモジュールを選びますかという話になるんですけれども、まあ、仮に何かのモジュールを選んだとしたら次はロケーションどこに成功するかを考えないといけないんですね。で自分もまた去年すごく驚いたのが日本の70%が森林なんですねじゃあ。せっかくドイツから飛行して。 あのコロナにもなってしかも置く場所もない日本で売れないんじゃないですかってちょっと思ったんですけれども比較してみれば日本のほぼ70%に対してドイツの森林率がたった30%ですよそれだったらもう森を切らなくても山を切り開かずにどこでもメガソーラー作れちゃうんですよ簡単に日本は地理的な事情によってダブルスタンダードが生まれたかと私が思います こちらの,あのぼかしてますがあの外資系の EPC 業者が長野県に2か月ほど前に大きいメガソーラを作ったんですねで。すごくいろんなニュースアウトレットでヤフーニュースとかいろんなあヤフーニュース言わない方がいいんですよね。北野さん、すみません。いろんなニュースアウトレットにあの出していて SNS に出したりしてですごいポジティブに記事が書かれているのが。 地域面積49.87ヘクタールに両面発電パネルを8万9000枚を設置した。年間最大2万8673トンの温室効果ガスの削減効果になるという。うわあ、この業界の人であれば EPC であって、おお、よく許可取りましたねとか、モジュールメーカーの我々だって。 8万9000枚わ、これが150コンテナー分ですねとか、すごい嬉しいんですけれども、ただ、言い返しますと、50ヘクタールの森を切って、シリコン、アルミ、ガラスでできたモジュール、鉄、アルミでできたガダイを置いていて、自然のものを切って、自然エネルギーを作るという、この業界でない人が、そのダブルスタンダードに気づくのではないのかなと私が思います。 で弊社が早い段階にそういうところに気づいてあのソーラーシェアリングという言葉にあの目を向いているんですね。ソーラーシェアリングは今あの農地の上に A の型という一致した言葉になるんですけれども、実はこのソーラージャーナルの,あの社長の清水さんに言われたのが、実はソーラーシェアリングというのは本来あの既存のスペースの上にモジュールを置くという、そ、ま、れ、あ、に使っているスペースにモジュールを使う。 で弊社は早い段階にそれに気づいて、特にこちらの数字に注目しています。日本の農地面積はそこまたすごい数字ですよ。437万ヘクタール以上の農地面積です。で早い段階で弊社が2015年メーカーとしていち早くその可能性に気づき、こちらの細いあのソウルラインを開発して日本だけに販売しています。このモジュールのすごいところが まあ普通のモジュールより短編が短いんですよね。通常のモジュールであれば、このセルの列が6つに対して3つだけになっていて、それによって短編が半分ぐらいなんですね。で、実は弊社のドイツの本社はこのモジュール、すごいいつもバカにしてるんですよ。またこのモジュール売れてるのか、ただセルを1列に接続して、しかもバイパスでより1個だけか意味あるのかということを言うんですね、ドイツの本社は。 ただ意味があるんですアグリソーラというのがソーラーだけではなくてアグリとソーラーのバランスを取るのがポイントだと思います。で、まあ、弊社の文字いたいこれは藤田なすき農地の上に置くパターンになるんですけれども農地に影を作ることによってバランスがやっぱり農業よりも PV にいってしまうんですがでなんで短編を半分にしたかというと 簡単に言いますと、モジュールが大きければ大きいほど影が大きくなるんですね。で日本、かなり湿気が多くて、自分もあの埼玉にちっちゃい農地を持っているんです。もう本当にちっちゃいんですけれどホップを作っていますで。春、秋とか朝、霧があって、濡れているんですね、植物が。でそこに光,光が当たれば乾きますが、その影が同じ場所に長くとらまると、植物が腐る可能性があって。 そこの光と日差しのバランスをうまく取るためには細いモジュールを提案したんですけれども、ただし最近のソーラーシェアリングのアグリソーラーは基本的にこういうパターンが多いですね。モジュールをスタンダードのモジュールを使ってい,ていますで。それでバランスがまあ私の意見になるんですけれども、どっちかというと PV の方に行っています。まあ、モジュールを大きくすれば あのまず、ガダイコストが減るんですね。ガダイのワット単価が減って、しかもあのスタンダードのモジュールですので、あの何のカスタマイズも必要なく安く手に入るので、あのワット単価非常に安くなって、投資も安くなるんですけれども、ただ、弊社が思ったのが、どうやってこのバランスをまた50-50に近づけるかというと、この垂直ガダイに気づいて、あのドイツのネクストさんと去年の11月から連絡取り合って、日本においても、 あのちょっとカスタマイズもあるんですね。日本数が強いので、ただ日本においてもバランスよくアグリソーラーできるように、こちらの垂直画台を導入したいというところで、実はちょうど先週金曜日にあの最後の部品がヨーロッパから届いて、今も今月に最初の案件の納品予定です。で弊社が思うのがその垂直画台の主な4つのメリットについてなんですけれども、まず1つ目、2度の発電量ピークが。 2つ目反射光や拡散光の働き3つ目は優れているメンテナンス性と4つ目私が一番大事と思っているのはフェンス間での工作と放牧は可能です、まあ、普通の通常システムみたいんですけれども普通はまあ斜め設置で南向きが非常に多いんですよね まあそれによって、皆様のご存知の通りに、南向きにすれば発電量が一番高いので、大体みんなこのパターンです。で、ピークがあの1回だけになります。で、弊社のシステム、ちょっと補足としてあの垂直に置きます。で、弊社のモジュールは両面ガラス、両面発電、フレームレスの仕様になっておりまして、で特,殊特,徴特殊なセルを使っています。で、表と裏面がほぼ同等レベルでの 発電は可能になっています。で、このグラフちょっと説明したいんですけれども、下の方は時間軸、朝から晩、で、横軸が発電量になります。じゃあ、朝、太陽が来ました片方に最初のピーク、で、夕方また2つ目から当たって2回目のピークになっております。非常に変な絵になってるんですけれども、基本的にピークが2回あります。東西設置であれば2回ですね、すみません。 あと5分、わお。で、こちらは半分ぐらいですよ、すみません。あの四国電力のエリアのデータなんですけど、大体みんなお昼にあの発電していて、ただ東西に面して朝と夕方のピークがあれば、誰も発電してない時間帯に発電して送電ネットワークへの緩和につながります。それに右下の方は JPX の。あの 電力の卸し市場のデータに13日のシステムプライスですが大体朝と夕方みんなが電気をいっぱい使っている時間帯が高く売れるので高い買い取り価格での販売は可能ですこちら2つ目は拡散光と反射光についてなんですけれども右下のグラフはですねあのドイツの4メガぐらいの垂直設置の案件で僕装置ですで今年の1月10日に あの普通に晴れた日で何も雨も雪もない時点での発電グラフになっています。で、その後雪が降って、地面が真っ白になって、すごい反射量が増えて、1月15日、5日間後にもう一回測ったら、同じ晴れた日になんと38%の発電量構造があの実証で確認取れました。実際、シミュレーションを取る中で雪で25%、35%アップというデータも大体想定してるんですけど38、38%で非常に。 驚きましたあと、優れてるメンテナンスなんですけれども、まあ、縦に置けますので雪が積もりません。あと、汚れが雨で流れます。両面ガラスのモジュールで、実際に2015年に最初の実証案件をドイツで作ったところで、未だクリーニングする必要がないです。あと、目視検査。藤田麻雀だと3、4メーターぐらいの高いところにモジュールがあって、何が万が一モジュールに問題があった場合では、 もうドローンを飛ばすかはしごが必要なのか非常にあのメンテナンスが難しいんですけれどもこちらのモジュールが地面に近いので目視検査ができます。あと驚,驚きましたのがあの日本では落石の被害は多くの犯人はカラスらしいんですよ。でまあこのすごいあのそうですよねという顔をよく今見てるんですけれども自分が非常に驚きまして。 でもちろんその被害が少なくなるんですけどもちろんカラスがカラスがすごく賢いのでこうやろうと思えばこうよくにできるんですけれども相当賢いカラスじゃなければ落石の被害は受け抜くのじゃないのかなと思いますフェンス化の工作や放牧こちら非常に注目したいんですけれどもまあドイツでは基本的に課題の間隔としては10から12メーターを選んでいますその多くの理由はたい牧草地 麦、ジャガイモ畑は大きいスペース。もう今の日本の低圧の小さい土地じゃなくて何ヘクタールの大きい地面なので大きいトラクター入らないといけないのでそこは10から12メーターのサイズのものが多いです。ただし日本では基本的に6メーター以上であれば弊社がおすすめしていますが、まあ、6メーター以上であっても日照量の加工は85%以上であります。あと 放牧のフェンス、まあ放牧シェアリングがあるかどうかわからないんですけれども。あのフェンスとして実証としても使っています。ちなみにこの鶏が、あの暑さから逃げれ、逃げてるんじゃなくて。あの飛び、鳥から、あの隠れてるそうです。この数値もう一度戻りたいんですが。日本の農地面積の四百三十七万ヘクタールの。なんと、五十四点四パーセントは田んぼなんです。 弊社が237万ヘクタールで非常に注目しているのはそのあぜ道なんですね、この区切りのところ。このあぜ道に垂直接のモジュールを置く場いくつかのメリットがあると思います。1つ目が、そこのあぜ道にモジュールを置けば、実際に農業を行っているところに邪魔せずに、そのまま使いながら陽光ができます。 しかもあの弊社の営業マネージャーのからいろいろ勉強になったんですけれども春と夏でたくさん水をまいてあの水の反射量がもう鏡のようにその発電所の工造は非常に見込められます。あと見た目はやっぱり景色がそれほど悪くないんじゃないのかなと私が思います。であと最後に自分がすごいいいと思うのが田んぼが日本どこにでもあるんですよ。 あのソーラーシェアリングではその富士山敷の大きな問題の一つは、食物ごとにあのその影の割合でいろいろ計算が必要であって、しかも地域ごとにまた有名な植物があって、これ、米はどこでも作ってるんですね。沖縄に作って、北海道に作って、関東、関西に作って、愛媛県だって作ってます。でその証拠写真はこちらの,あの営業マネージャーの地の愛媛県の実家で、田んぼがちゃんとあります。 もうあの美味しい米は結構やっぱり雪が降る地域が多くて秋田県あと新潟県で最近の政治家だって北海道の米が美味しくなったというコメントもあったんですけれどもそこの発電力向上も見込めるんじゃないのかなと思います弊社はやはりあのコモディ,ティでありながらその人々に近くなった太陽電池モジュールに付加価値をつける必要があると感じております それは今後の弊社の課題でもあって、この業界の課題でもあるんじゃないのかなと思います。で、あと最後に本社のために簡単に言います。ドイツ品ルクサソーラーはドイツの品質スタンダードモジュールを販売提供。A グレード以上の最高品質の原材料のみを使用しています。すべてのサプライヤーに国連の世界人権宣言を含む行動規範にサインと承認しており、弊社現地スタッフと第三者機関による品質確認しております。 最後にもう一度このページのモジュールがあって、このページの米、それをうまく合わせれば、この業界は単純に一番安いものではなくて、コンチューマーにも新しいあの付加価値が生まれるんじゃないのかなと思います。さあ、どういうモジュールを選びますかありがとうございました。ありがとうございました。